鉄道先進国における路線バスは、鉄道の培養線になっている場合が多い。培養線とは、鉄道路線などある、特定の機関的な公共交通機関に接続させて、輸送を行う複次的な交通機関のうち、機関的な交通機関に、旅客や貨物を集め、機関的な交通機関の輸送を増やし活性化させる要素を持っている、交通機関を指す。 日本の新幹線の集客は在来線各線の培養によるところが大きい空港。連絡鉄道は航空交通にとっての培養線と見ることができる微生物の培養に例え長距離公共交通機関などを生育させるあるいは生育させられると見込まれている四線交通である。日本の新幹線に代表されるように幹線交通は長距離の高速輸送を使命とし、 その使命達成のため直線的な線形の上、停車場は少なく設置されるのが常である。それは多くの人々にとって停車場が遠いことを意味し、そこまでの交通機関が何もなければ利用が困難となり、輸送が増えない、すなわち交通機関として成長しない問題を抱える。そこでそうした幹線に接続する支線がそこまでの輸送を担うことで遠く離れた地域から、 旅客や貨物が感染に集まり、感染が本来の使命を達成し収益も安定するという考えである。その視線こそ感染を生育させる力を持っているとして、培養船という概念ができた。感染側から見れば、培養船が直営であれば、さらなる収益増も見込める。培養船が第三者による経営であっても、 直接の収益にこそならずとも建設費や運営費の負担せずに潜在客層の掘り起こしになるので得られるメリットは大きい。一方、支線側から見ると遠く離れた幹線を利用することができるようになるため人の移動が高速、簡便になったり特産物を広範囲に流通させることができるようになるなど沿線地域の発展が見込める。そのため、鉄道は幹線に接続する支線。 枝線が多く作られた歴史があり、さらに鉄道駅に集約する乗り合いバスや貨物トラック網も発展してきた。そうした人、物を幹線に集める視線的存在を培養線と呼ぶ。なお、何か明確な基準があるわけではなく、公共交通機関の発達した国では、いわゆる新材直通のミニ新幹線など、様々な利用形態や直通運転などの運行形態などから、 幹線と培養線の関係も見えにくい場合もあり、その定義は曖昧になりやすい。視線の中でも行き止まりになっている路線は、傍聴線と呼ばれる。これには、産業構造の変化や人口減などで、収益力、採算性が著しく悪化した、すなわち培養機能が低下したニュアンスが強く含まれる。日本では、旧日本国有鉄道の路線バス進出条件に、 培養を含む国鉄自動車のご原則があった。近年はモータリゼーションの進行により地方部を中心に主要駅までのアクセスに自家用車を用いるケースが増加しており、需要の低下した培養線の減便や廃止が行われている。ありがとうございます。